んにちは。阪急道場弓矢さんです。はい、今日の弓矢散歩はここ順天堂大学からスタートです。はい、私の後ろに見えるのは順天堂大学の7号館っていうんですかね。すごい白亜の豪邸みたいな感じになってますね。はい、今ここお茶の水の順天堂大学から、そうですね、ちょっとこう聖橋のあたりまで行ってみようかなと思いますね。すっごい綺麗。順天堂大学で言うとですね、私一昨年かな、息子がですね、熱中症になってしまって、そう、体育館でね、ちょっと運動してたらもうそのまま気持ち悪くなってしまって熱中症になってしまったんですよ。そうで、その時に救急車を呼んだら、すぐに順天堂大学病院さんが受け入れしてくださって、こちらの方に運ばれてきたんですが、もう本当このピンクの建物ですね。そうそう、ここに救急棟の入り口がありまして、こちらにね、すぐ、はい、受け入れてくださって処置してくれたんですが、本当にその際は助かりました。あとは向こう側に見えるのは東京医科歯科大学になりますね。そう、こんな感じになってます。お茶の水はね、本当に大学病院、総合病院が多い地域ですね。はい、じゃあ今日はね、そのままお茶の水、JR お茶の水の駅の方に行きます。ちなみにここをですね、電車が見える、はい、スポットになってます。こんな感じね。ここだと JR の中央線とか総武線とかが通りますね。今通ってないな。はい、じゃあこんな感じでね、ちょっと進んでいきます。今日はね、本当弓矢さん近くを散歩ということで、はい、この外堀を挟んで向こう側が千代田区で、こっち側がね、文京区ということになってます。ね、外堀を挟んで区が分かれてますね。あ、ちょうど今総武線かな、はい、通りましたね。見えますそう、総武線、黄色いねラインなので総武線ですね。私ね、ここから電車を眺めるのが好きはい、こんな感じでね、お茶の水橋も新しくなったのでね、橋がワイドになりましたね。また電車が通ってきましたね。中央線、あ、すごい、なんかカヌーって言うんですか、外堀をカヌーが通ってますね。見えます？そう、あとね、ちょうど梅の花が咲いてるんですよね。綺麗ですね。あ、なんか私ちょっと久々じゃないですけど、なんかまじまじ見たらこの外堀のところ綺麗になってますね。うん、なんかちょっと手を加えたみたいな。梅の花も綺麗ですし、ちょっとこうツツジがなんかが植えられてるんですかね。なんかね、ちょっと前まではね、この辺全然整備もされておらずだったんですが、今なんかちょっと整備されてますね。綺麗ね。そう、ザ・お茶の水の景色ですね。はい、またね、電車が通りました、中央線。うん、そう、お茶の水の駅はね、中央線快速とかが止まるので、お茶の水から新宿って出やすいんですよね。もう2駅ぐらいで新宿着いちゃうかな。そうそう、はい、ということで今日の弓矢散歩、はい、順天堂大学から
お茶の水の駅ですねまで歩いてきました。はい、動画をご覧いただきありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。さようなら。